のみんな一緒にゴーゴーのんちです。全国のみんな一緒にゴーゴーまりくまです。全国のみんな一緒にでですね、リアちゃん出演の恋するホームステイを見ていこうと思います。超楽しい。ちょうど1話、今からオンタイムでちょっと見ていくので、めっちゃ楽しみ。うん、男性って4期の中で一番しないんですよ、恋愛とか。そうね、あんま聞いたことないから。無関係レベルじゃない、恋愛と。いやいや、あんま想像つかない。そうだから今回めっちゃ楽しみ、どんなリアちゃんが見れるのかな。そのリアちゃんがちゃんと恋愛して先輩もいらっしゃいましたそうです。先輩、ラブサンダー編で2021秋沖縄編でございます。沖縄、沖縄、沖縄行ってきた。そう、行ってたんだ。楽しみ、楽しみです。早速見ていこう、ね、恥ずかしい。さあ始まりました、恋する週末ホームステイ2021秋沖縄。おーやったんだ。やばいよ、お気に入りましたね、今ね慌てちゃったさて今回から新シーズンスタートということで、新たなシーズン MC にも加わっていただきます。ポップティーン専属モデルのゆなちゃんですよ。すごい、また来ました。3回目で見た。3回目だよね。そうだよね、ついになったかっていうね。やったぜ。騒がしいシーズンになりそう。元気だね。このテンション最後まで持つのかな。持ちますよ。そしてゲストにも来ていただいております、レインボーの池田くんです。レインボーの池田です。嬉しい、ありがとうございます。池田はね、もう後輩なんですよ。はい、3年後輩、はい、そうそう、はい、ゲストで芸人さん初じゃない。芸人さんない。あの人か。あのさ、女装ありがとうございます、ね、ジャンボ高尾は呼ばれなかった。そうなんです。え、そうそうそう、ですよね。あ、ティックトックとかで可愛いって。そうなんだよ、踊りちゃんって。普通の姿を始まる前にね、メイクルームで本当に面白い番組ですねみたいな。俺もうこの2021年、俺ずっと歌奈ちゃん応援してるんですよ。あの歌奈やろ。うわって言ってリアクションがすごい可愛くて。リアクション大きい女の子モテるよね。見てほしい。俺あの歌奈の手つなぐときリアクションどうしようどうしよう。オッケー。めっちゃ可愛い。リアクション。何がオッケーなの？めっちゃ似てるやろ。めっちゃ可愛くて。年やで。始まったやん。やばっ、やばリコも初めて見るんやけど。そっか、リアちゃん何番目に来るの？知らん内緒とか言う。秋内緒でしたっけ。いいの沖縄。それが恋だと知る物語。あれあれ今知ってるの。そう、今入り込んでるから。そうそうそう、お、来てみたい。誰だ？違うか、これは違う。そう、綺麗だね、めっちゃ。天気よ、うん、暑かった、やばい、緊張する。かわいい、かわいい、白、かわいい、色白、なんかアイドルみたい。え、めっちゃかわいい、かわいい、名前もかわいい。誰か来た、あ、誰か来ためちゃくちゃ引きずって重いね、これプルリアちゃんの声が。はじめまして、はじめまして。来たあ、すごい。高校2年生のゴンズイレアです。よろしくお願いします。すごい、かわいいレアちゃん。ポップティーンで一緒なんですよ。あ、そうです、モデルなんだ。あ、ぽいぽいぽい。あ、マジはアベマ恋愛番組オーディション2021のグランプリ。モテそうだな。ギャルですか。いや、違います。ギャルに見えます。なんか髪の毛がギャルに明るいから確かに明るかったらギャルなんだ懐かしいよ、出すね、足をね、スタイル、スタイル、みんなスタイル。女の子かな。え、女の子だ。確かに、しかもなんかドキドキする、はい、待って、あれ待ってっつってるってこと。リベンジャー来る？え、カモあるね。ふくらちゃん？あ、ふくらちゃん。ええ、ふくらちゃん。嘘でしょ？会いたかったよ。スタジオも会いたかったよ。よかった。髪の毛。え、エクステ、え、あ、つけました。では、はじめまして。はじめまして。恋して2021春東京都リゾート編から来ました。
歌うのです。お願いします。あ、東京です。やった、東京楽しみたいと思います。緊張しそう。ね、細いよね。楽しい。楽しい。何？ここのタラちゃん、すごい。そういうことね。中学から来ました。高校3年生、赤石光希です。お願いします。女の子の少しね、かわいい。キャンプにとって、なんか、ただは春の時からずっと光希のことが好きです。かわいい。好き。やばい、まだ始まってないよな。研究しないけど前回のやつだから。5ヶ月間くらいずっと好きだったけど、後悔したこと一回もないし、光希を好きになってよかったなって思うから、今でも。でももう吹っ切ります。2021年は歌なの物語っすね。すごいっすね。今回はもう完全に吹っ切ってきました。新歌なで行けるってことですよね。新しい恋を探しに来ました。リアちゃん、リアちゃん、なんか不思議な顔してる。あ、大好きさん。お、気になる。どんな人なの？3人。え、そうかな。そんな、聞かない。そんなことある？やばい、緊張する。はじめまして、北海道から来ました。北海道？柿の塚さんと申します。北海道から来たな。お願いします。どこから始めるの？お願いします。すごい、すごい。わからないな、やった。かっこいいじゃん、爽やか。爽やかじゃん。優しそう。めっちゃ緊張する。かわいい。緊張します。ここ絶対モテる。それな。はい。緊張してます。めっちゃします。すごい。ドクドク。あ、どこの子来た。超眩しいね、この時。やばそう。焼ける焼ける。ね、作り方運動してますね。こんにちは。こんにちは。高校2年生17歳の愚痴者です。よろしくお願いします。いいね、お願いします。いいね、これお願いします。高2ですか？高校2年生です。あら、お願いします。同じです。1人目も緊張しやすくて、すぐに言われた。ヨシトが、ニコラさんのことで、メンズの。ヨシトはめっちゃ彼氏にしたい顔です。優しそう。なんかね、彼氏感ある顔。3人目。33かな。33マジか。落ち着かない。落ち着かない。こんにちは。こんにちは。こんにちは。京都府から来ました。高校3年生の永田智明です。やってるスポーツは野球です。野球？石原隼さんに似てますね。熱血男子系。全然緊張しいね。逆に強い。後でもう一回自己紹介。あ、来た。あ、来た。何それ、かわいい。あ、来た。でも4か。え、夏？多分多いね。いや。え、なんで歌のリアクションが変？知り合いだからでしょ？そう。なんでいるの？ねえ、やだ。マジで？え、なんで？やばい。知ってる。マジで？オーディションやもん。はじめまして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 。インザリゾートからの生息できました。愛知県出身16歳、ケーキです。よろしくお願いします。お願いします。ケーキもね、ここでいい感じになってほしいわ。身長高い。え、高い。高い。高い。はじめまして。はじめまして。愛知県から来ました、高校2年生、鈴木英樹です。よろしくお願いします。好きなラッパーとか。好きなラッパーは。もう寝てる気分じゃん。寝てる気分。オンリーユーとか、サンタワールドビューとか、その辺。この頃は良かったんだよ、まだ。手当たり次第、聞いたりとか。絶対に行けるって確信持ったんだよね。そうだね、めっちゃ。第一弾から、まあ、本当に行くから、ありがとう。すごい作れるんだけど、オーディションでも
すごい。なんかすごいな。延期じゃないみたいな。好きな人とイヤホンとかしたくない？しかも憧れる。平気の気持ちには応えられない。ありがとう。ごめんなさい。バカ野郎。すごい。でも気持ちそうかもね。あ、そうだ、やってる。なんでいいの？一緒でした。そういうことか。一緒です、一緒です。どうなんだろう。銀座リゾートに ゆうすけです。19歳です。名古屋から来ました。高校生の時に本当は出たかったんですけれども、ちょっとまあ出れなかったので、今19なんですけど、まあ青春をみんなで取り戻そうみたいな。19歳のゆうすけなんですけど、今年の冬に出演予定だったんですが、急遽スケジュールが合わずに参加できなかった。なるほど。そしたら高校生じゃなくなってたってことですよね。ユースケに対して愛着が湧くよね。湧きますね。みんなで楽しくできたらいいなと思います。よろしくお願いします。高校生より上は慣れてるんで、前回の。そっか。あ、確かに。あ、延期がね。そうだね。あれ今か。今延期です。延期君だよね。見てましたよ。ありがとうございます。ゆっくり自然に座って喋ろう。食べましょう。食べますか。雰囲気変わってたから分かんなかったです。分かんなかった。確かに最初分かんなかったです。あ、本当ですか。敬語出てしまう、やっぱり。まだ出ます。出てしまう。どうします？タメでいきます？僕は全然、いやもう気にしないです。全く逆に、なんかタメの方が楽です。だからそれ俺が言うやつで、俺が言ってみんなにいいよっていうやつで、ごめんごめん、全然いいんだけど。あ、ムードメーカーゆうすけ。じゃあ好きなタイプとか、その辺のトークで。好きなタイプ、僕の好きなタイプはよく笑う子ですか。うちのレアよく笑います。はい、僕の好きなタイプは一途な子が本当に好きです。よろしくお願いします。私のタイプは一緒に楽しい人のタイプです。僕のタイプは京都なんで、めっちゃ関西のノリなんですよ多分。ですごい話すん好きなんで、なんかそのノリで一緒に楽しく話せる人。あとロングヘアめっちゃ好きです。私のタイプは優しくて、なんかちょっとワンちゃんみたいな人がタイプかもしれない。よく言ってた。めっちゃ可愛い。なんか自分を持ってる人が好きなんで、自分を持ってる人が素敵だなっていうふうに思います。ゆうすけ19歳っぽいな。一緒にいて落ち着く人が好きです。好きです、タイプです。好きです。自分は話してて楽しい人が好きです。タイプです。素敵。あ、早いね、第一印象。ねえ、これ気になる。これとか知ってる。マジュちゃんが本当にこのスーツケースガラガラってきて、その目の前に立った時にずっと顔を見ててくれて、その時からもう、あ、可愛いなって思いまして。マジ人気するわ。確かにそうなの。結構タイプでした。マジちゃん、なんかそのみんなで話してる時に明るく話してたかなって自分で思ってて、話しやすそうだなと思ったので。第一印象はマジュちゃんです。すごいね。話してる話し方とか、ちょっと少しおとなしめな子なんだなと思って、なんか自分が引っ張っていってあげたいなっていう気持ちがすごいあります。確かに分かります。めっちゃ喋るのがすごい楽しいのが好きなので、そういう面では、京都出身のレアちゃん、喋りやすいのかなと思いました。喋りたいなと思うのは歌だとレア。ありがとう。なんか前回同じ境遇にあったので、話してみたいなと思うのと、レアちゃんは距離感を早く
なくしたいなと思って話せたらなって思います。マリカちゃん、本当に本当に交互にツーショットしていきそうな感じ。おのおのツーショットしてグッと引き寄せて選ぶタイプじゃないですか。レアちゃんは、まあ、女の子はしかも増えるかもしれないけど、今レアちゃんだけ京都だから、これ方言出したらめっちゃ強い。あ、方言出したらすごいとこ見てるな。うたなちゃん誰気になってると思いますか。後期のことを一番最初に好きって言ったポイント覚えてますか。マッシュです。うたなマッシュが好きって言ってたんですよ。ということはこのご近所の友達の中でつかさじゃないですか。それでいく。それでいく。これアクロバットできます。これはかっこいいぞ。頑張れ頑張れ。スカちゃんは来るよ。あんま期待せんで。大丈夫あんま期待しないで。頑張れ。あの芸能人のナダルさんって分かります。分かるよ。その声真似が得意です。実は昨日の夜も喉の調子が良かった。すごい本当に。いきます。燃えて、そこら辺にしとけや。燃えて燃えて燃えて。やっちゃってんね。やっちゃってるやん。やっちゃってるやん。来たね。来たね。楽しみなんだろうね。いましたよ。はい、女子の皆さんへ、はい、気になる男子を誘ってツーショットタイムを過ごしてください。マジ女子から誘うんすかって言いそうになったよ。女子の皆さんへ、はい、気になる男子を誘ってツーショットタイムを過ごしてください。女子は一人ずつ誰を誘いたいか順番に回してください。何それ。やべえ。この人かこの人か。女子からね。急いきなりだってもう暴露。そういう感じ。いきなりすぎるな。二人誘われ二人誘われ二人誘われんの。いや分からん。かぶりかも。かぶりか。あかぶる可能性あるかでも。かぶったら。え、確かに。どうしようしよう。そっか、言うたもがちこれ。まあ、そんなにな、初めやしな。うん。話したいから。話したいから。そう、あ、じゃあ、つかさくん。え僕ですか。あ、笑った。あ、笑った。そう。あ、そうか。一番笑っちゃいました。え、一番喋りたい。まあまあまあ、まあ、前回から。絶対前回の話しようよっていう。どうしよう。え、これ被った時は全然大丈夫だよ。つかさくん。やばいやばいやばい。やばすぎだ。まさかの花が選ばれてらっしゃい。つかさだろう。どうする。なるほど。つかさ人気だな。3人残る男子。一番目いってんね。いや、もう自分で。すごい大金賞ですよ。今回やっていきたいんだね、やっぱ。すごいですね。ただでさえ、ね、男子が多いのに。かぶっちゃった。ナダルや人気やな。ナダル言うな。そこじゃないと思うけどな。え、あれめっちゃ楽しそうじゃない？いや、めっちゃ楽しそう。え、ちょっと乗りに行かない？え、行きたい。え、これいいな。待って。いいじゃん、これめっちゃ乗り合うな。やば。すごい。ずっとあそこまで行くんだ。ね、やば。めっちゃ楽しそう。かわいいね。高いところ大丈夫？高いところね。いや、ちょっと苦手なんだよね。え、じゃあやばい。なんか、楽しさと怖さが今混じっとる。じゃあ、とりあえずあれ楽しみに行こうか。うん、行こう。行こう。なんか、つかさの慣れてない感じ、すごい可愛いですね。可愛い、確かに。緊張してる？もう緊張してきたね、結構。全然してない。本当に大丈夫なんだね。でも、ドキドキする。ドキドキやすく。大丈夫？大丈夫。うわ、高っ。なんか、すごい。すごいじゃん、これ。すげえ。やばいなぁ。はい、じゃあね、準備します。え、ちょっと体こっち向けてください。
いやー緊張するなこれ。怖いよ、やばい。ちょっと怖くなってきた。これ怖くなってくるね。頑張れ。すごい緊張するな。大丈夫？うん、大丈夫。三二一ゴー。すごい。すごいすごい。いいね。楽しそう。これいいもんですね。すごい。めっちゃいい感じ。一番最初にこの怖い気持ちとか釣り橋効果だったかな。なんか緊張もほぐれそうよ。いや本当楽しかった。楽しかったね。ね、すごい、めっちゃ綺麗だった。飛ぶ前までは怖かったけど、うん、ね、なんか飛んだら意外とそうでもねえ。そうではない。あ、普通やったみたいな。もう緊張解けた？うん、解けた。よかったよかった。解けた？あ、まあだいぶ、ちょっと本当に6割ぐらい。もうちょっとだ。ちょっと顔見て話すっていうのがさ、うん、ちょっとまだ恥ずかしいなっていうのがね。あんま目合わない。今さらだけどさ、うん、どうして俺のことを選んでくれたの？なんか来た時にすごい爽やかで、うん、なんか話聞いてる感じでもすごいしっかりしてるなって思って、いいなって思いました。マジで、うん、結構爽やかで、うん、自分で爽やかで、ちょっと変だ、変だ。嬉しい、嬉しい、嬉しくて変になっちゃってるけど、嬉しくて変になっちゃってるって。面白い。かわいい。ちなみにさ、うん、まあ、なんとなく誰かって予想つく？なんかでも、全然目合わなかったから、うん、マジじゃないなって思って。あー、うん、実は、第一印象だった。え、本当に？いい伝え方だね。キュッキュするから。みんなの前撮った時からずっと見てくれてたから。しかもバレてた。バレてる。めっちゃバレてた。可愛いよ。めっちゃ小柄だったし、うん、もうこれタイプきたな。わ、第一印象だった。やば、めっちゃ嬉しい。初っ端から被るはでかいわ。確かに。え、なんか、え、手繋いでる？手、ま、繋いでないか？手繋ぐ？まさか。え、待って、あれどっち？あれ、まじちゃんとつかさくん？早い、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 すごいな。え、手繋いでる？え、そんなある？手は繋いでない。なんかデート歩いてるよ。なんかいい感じじゃない？ちょっとだからね。やばいな。普通座って喋るくない？歩きながら喋る余裕あんの、もう。歩くかなんか。すごいな。きつくね、これ。うわ、マジでやばい。アタックせない、やばいな。うわ、なんかドキドキする。え、正直さ、2人とも1人ってだっけ、気になる人。そう、俺ら1人。男子トークや。は誰だったの？うん、俺、まじちゃんかな。まじちゃん、うん、が、なんか普通に、まだ全く、ほら、お互いわからんって普通に話してみたいやん。そう。一緒。マジ？一緒。めっちゃ人気やん、まじちゃん。マジか。だから、司のが気になるんよ。司も、それでまじちゃんだったら、3人まじちゃんってこと？やべえよ。確かにな、そう考えてもすごいな。それがやべえやべえ。どうする？階段座る？座る？ちょっと座ろっか。え、でも待ってる。待ってるから。うん。おお、リアちゃん。かわいい、リアちゃん。リアちゃんかわいい。誘ってくれてありがとうね。うん、本当に。また俺からも誘うし。うん。その時は楽しもう。沖縄。バイバイ。バイバイ。いってらっしゃい。バイバイ。あのまさかの第一印象、私って言ってくれて、もうめっちゃびっくりして嬉しかったです。気持ちはもっと司くんのこと知りたいなって思いました。かわいい。前くらい歩きながら、うん、1ヶ月何してた？1ヶ月ね。え、その終わってすぐ吹っ切れれたの？うんうん、いや、すぐではなかったかな。ちょっとやっぱ、なんだろう、
また告白できないで終わったのね。まあ確かに。そう、男の子からだったし。確かに。すぐは無理だったけど、時間が解決した。おー、やっぱ時間ってすごいね。すごいよ。今はもう、マジで、ない。何もない。楽しく。ノーマル。フラット。そうそうそう。ね、前回は同じ境遇？同じ境遇、同じだったね。そうか、前回好きな人同士くっついて。地図に燃え続けて、そうだね。どっちも振られて、その振られた二人は、二人で成立した。あ、そういうことね。そう、うん、そうそうそう。なんか変わった？何も変わった。嘘。髪型変えた。髪型か、かっこよくなったなって思ったよ。その登場した時に、だから分かんなかったの最初。でみんながなんか英気ですって言って、英気だって思って。そうしたらなんかめっちゃ安心感はあった。おお。なんか安心した。よかった。うん、ね、髪もロングにして。したイメチェンして、そう気持ちはもうないっていうか新しい気持ちだから。うん、見た目もイメチェンしようかなみたいな感じ。普通失恋したら切るけどね。そう、逆伸ばすんだ。伸ばし沖縄行ってワカメつけて。ワカメちょっといいと思います。可愛いと思います。面白いね。ちょっと可愛いと思います。ありがとうございます。面白すぎ。何？ね、前回のダン、一回も誘われてないの。うん、初めて誘われた。あ、本当？まあなんか反強制ではあったけど、誘ってくれて嬉しかった。本当？話したかった。一番最初にね。うん。なんか、俺もね。面白かったでしょ。ね、俺も喋りたかったよ。てか一番喋りたかったよ。本当も喋りたかった。ありがとうございます。なんか変に緊張する。こういう手で会うとなるとなんかちょっとね、変に意識するよね。するし、そうする、なんかするある。だって本当に、うん、いやこれあるかもね。だとしたらめっちゃ嬉しいんだけど。めっちゃ嬉しい。いやもうやばかった。なんか友達っていうところ、友達から恋愛に行ったことが一回もなくて、だけど違かったから、ちょっと初めての感情。いいじゃん、いいじゃん。もっと知っていきたいなって思ったのも初めてだし、そう来てよかったなってめっちゃ思ってます。これが本当の恋だと知る系。あれ、どっかで聞いたことあんな。聞いたことある。池田は恋してるの？めちゃくちゃしますよ、俺。するタイプの人間なんだろうね。すぐします。LINE ですぐ好きになっちゃう。どういうので好きになっちゃうの、LINE の？なんか一回あったのが、LINE で手紙を写真撮って、手紙はすぐ渡せないから、今手紙を撮ったのを LINE で送ります。可愛いな。じゃなくて文字可愛い。ズキュン。ありました。でそれはその内容は池田のことが好きだっていう内容で、そうです。あの今日こういうことがありましたっていうのを綴りましたっていう。怖い。写真撮って。いや綺麗だな、本当に綺麗。やば、背景が素敵すぎる。ちょっと聞いていいですか？はい。あのなんで僕を第一印象に選んでくれたの？なんか不思議っていうか、どんな方なのかなっていうのを知りたいなと思って、 あとは同い年っていうのもあって喋りやすいかなと思って喋りました。ありがとう。やばい、ちょっと片言すぎるんですけど。いや緊張する？まだ。はい。いや俺だけかな、めっちゃ緊張してるんだよね。ずっと会った時から本当にずっとバクバクしてて。でもあのナダルさんの真似してたから全然緊張してないと思ってましたね。あれはもう何回ナダルって言っちゃって、あやっちゃうかみたいな。おすごい。関西弁の女の子とかどうですか？いや関西弁自体はあの結構話してみたいっていうのあるんだよね。あなんか喋りやすいし聞き取りやすいっていうのもあるから。そうなんや。あ、かわいい。よかった。そっか、そうなんや。結構なんか怖がられるかなとか最初思ってたっていうか、まだそんな出てないんですけど関西弁、ね、この子いい子なんだろうね。しっかりしてる子なんだろう。めっちゃ敬語というか、ね、社会出てるんだなって。出てるなって。ちゃんとしてる。ポップの、まあ、ルールっていうかそういうのもあるので。あーちょっと言葉遣いをしっかり。北海道出身ですよね。おじゃあ真反対に。真反対に北から来ました。ちょっとさ、関西弁
ちょっとなんか話してみたいっていうのがあるんでね。関西弁そう関西弁か。ちょっとなんかよく使うものとか教えてくれない？でもなんやろう、あ、でもなんやろうとかも言わないですよね、北海道とか。あ、なんやろうね、使わないね。なんやろう、なんやろうじゃなくて、なんやろう、なんやろう、なんか上がるんですよね、多分。なーれ、そう、なんやろう、なんやろう。おなんかナダルさんっぽい。まだもうイメージついちゃった。おちょっと調子いいくなってる、ちょっと調子いいくなってる。おさすが。使うわ。さすが、上手になってます。めっちゃもう上手になった、よりナダルができる。おナダルさん。レアちゃんで。あ、全然レアちゃんで。レアちゃんお願いします。よろしく。なんて呼べばいいですか？つかさりいいよ。いや、レアなんか呼び捨て嫌なんですよね。だからつかさくんって呼びます。くんづけされん好きなよ。マジですか？そう、やば。なんかくんづけされるのが結構ないですか？ドキってくるんや。ああ、そうなんよ。えみたいな。何みたいな。で、あんまり呼び捨てよりくんづけ多いから、くんづけつかさくんって呼びます。よろしくお願いします。おー、いや、正直選ばれないだろうなと思ってて、なのでちょっと不安でいたんですよね。でもまあ2人も誘ってくれたっていうのが、もう僕のその沈んでた気持ちが一気に、まあ、太陽より高く上がります。すごい高いめっちゃ高い。楽しいね。ちょっと正直言うと関西弁とか嫌い系のなんか清楚な男の子なのかなって思ってたんですけど、でもなんか結構テンションよく、なんかレアの関西弁とかに乗って、素で関西弁が出てたから、おーって思いました。何やそれ。なんか楽しいんだけど、はい、明るい感じでいい方向に印象は変わりました。誘ってよかったなって思います。レアちゃんですよ。なんか割とやっぱギャルっていう見た目もあるんですけど、おとなしい子なので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。おとなしいんだ、あの感じで。いや、ツーショットでめっちゃ力発揮するんじゃない？多分みんなでいたらあんま喋んないけど、二人になったら喋るって、もうみんなこうやってもなるよ。あ、二人で喋ったらいい。自分しかこの子を引き出せてないんじゃないかって男たちは思いそうじゃん。そうそうそう、思いそう。思っちゃう、思っちゃう、思っちゃう、思っちゃう。思っちゃう、思っちゃう。似合わない、めっちゃ綺麗。ここ止まるよ。おー、すごい。いやー、プールが。すごい、プールらしい。すごい、パクル。めっちゃすごいな。プールだ、あれ。ありがとう。前回の会場。綺麗。すごい、すげー。沖縄みたい、沖縄。ありがとうございます。ありがとうございます。座ろう。座ろうか。歌な一緒に座ろう。おれ。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。いいぞ。近さマジちゃん行った。あら。マジ待ってるな。それな。失礼します。失礼します。かっか。かっかや。お久しぶりです。久しぶりです。そうだよ、もうね、わかるけど頑張って動かなきゃ。近さ。うん、2人に誘われてたけど。確かに確かに気になるな。そう、なんか滑ってたけどな。いいないいな、いいよ、いいな、乗りたかったわ。俺ニコニコやね。下見ながら俺こうやって通ってた。下見ながら下俺だよ。なんかね、流れ星みたいにいなくなってそうか、みんな見上げてた。そんな近かったの？しんどさを痛感してた2人で、それしんどいなって。だからこそこう今日今回恋して参加して、その殻を破りたいなって思ったんやけど、ちょっと今のところまだ破れてない感じがするから。確かに、ちょっと自分から行動を起こしたいなって。行く、行け、誘いたいんだけど、いいですか？いいですか？じゃあリアちゃん。リアちゃん、それに行こうよ。びっくりしたで、これマジで。違う、僕もツーショットいっていいですか？歌のツーショットです。やばい、やばい、始まり、始まり、始まり、取られちゃう。僕もツーショットいいです。マジちゃん、ちょっと話したいです。いい、いい、いい、お願いします。
めちゃめちゃ綺麗にここ3人で嬉しい。これ男子の結束ありましたね。いいぞいいぞ、うん、言ってたんだろうな。そういうことね。流れ星に願いを。流れ星うまい。上手。だからさっきの逆バージョン。逆バージョン。え、マジちゃんが今は気になってる。気になる。で、マジちゃんも、うん、多分ツカポンのことが気になってる。あ、まあね。第一印象取れたからね。で、今隣に座るのを誘った。誘って。隣に座ってくれた。取られた。ヨシトが誘った。そう。どう？いや、ちょっとね、結構心くるね、これは。まあ、もしかしたらこの誘ってた男子軍ももしかしたら手繋いでるかもしれないじゃん。もう早い展開で。すぎる。いやでもあるかも。もうここまで行ったぜみたいな。確かに。初めまして。実はみたいな。手繋いでください。そう。こうやって。ほらもうここでも繋いじゃってる。確かにこうやって繋げるね。そうだよ。繋げちゃうわ。もうワンチャンありえる。ちょっと阻止しないとねそれは。そうだね。うん。行ってみる。のぞきに。阻止しないと手そんな。すごい。早い。行動力があるね。ストップ。のぞいて。あれどっちがどっち気になってるのってこと。あれ。行こうぜ。すごい。これは行くしかない。行くか。全然。あ、行こう。ええー。やめてあげて。せっかくいい感じなのに。いいすごい。サンゴみたいな。それな。めっちゃすごいね。めっちゃ動くね今日。そうですね。いやちょっとめっちゃいい感じの時間で。ね、あのエモ。え、高2だっけ今？高2です。年下か年上だったらどっちとかある？ああ、全然年上ですね。あ、そうなんだ。はい、変わらないです。やべえ。なんかめっちゃ元気でしたよね朝。ちげえよ。ちげえよ。いや元気だよ。俺は元気なんだけど。なんかちょっと頑張ってた。ちょっとね。でもそれを見透かさられてるとしたらちょっと恥ずかしいわ。あ、ちょっとでも思ってました。あ、頑張ってる。言っちゃうんだ。正直だからね。楽しそうだなって。やべえよ。やばいな。ちょっとどっか座って話してもいい？無理。そうそうそう。何が無理？伝わってなるとちょっとちゃうねん。ちゃうんだよね。なんかイメージと違いました。俺からしたらやっぱりみんな年下っていうのもあるし、うんうん、自分だけもう卒業してるしってのがあって、ね、うん、結構不安から始まった感じだったからどう思われてるのかなっていうのは気になってた。でも個人的に言うと、うん、レア全めっちゃ年上の方がタイプっていうか、なんかリードしてくれる方が嬉しいなと思うので、うん、こんな嬉しいこと言ってくれるのかい。好きになっちゃうわこれ。全然馴染んでないとか。そういうのはないです。考えすぎかな。はい、考えすぎ。そうだよね。あ、ありがとう。それは嬉しいわ。なんかゲームでもすっか。ゲーム、うん、いいですよ。あのゲームだ。指すまってわかる。指すま、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 ゲームとかやろう。負けたら罰ゲームな。何？罰ゲーム、うん、ちょっとでも年齢感ある感じ。指すまさん。うわ、すごい、すごい。一発目、えぐ。いくよ。指すま1。やべ、本当に。え、これで買っちゃっていいですか？うん、ダメ。頼む。どうしよう。指すまゼロ。あ、楽しそう。ラララ。怖いな。いくよ。指すま2。よし。これ初心者おめえな。見て、すっげー楽しそう。ゆうすけ。ゆうすけ、めちゃくちゃ楽しそう。指すまゼロ。うおマジか。買っちゃった。なんかある？罰ゲーム？付き合った人数とか知りたいです。人数？シンプルに。中学生までのさ、おままごとみたいなやつあるやん。ああいうの抜きで3かな。おー。待って、これリアクション一番難しいやつにしちゃった。どうしよう。やばいやばい。そう、ちゃんと付き合ったのは3かな。へー。結構さ、こんなんだからさ、みんなと友達みたいになるんだけど。え、でもそれは一緒かもです。あ、本当に？あ、じゃあ結構じゃあ喋ってたら友達みたいに喋りやすい。やば、めっちゃ目見てるやん、ね、めっちゃ応じてくる。めっちゃ応じてくる。どうしたら縮まんのその距離は。うーん、でも今話したので全然印象とは変わりました。あ、本当？でも俺も思ったより以上に大人っぽくて、なんかマジですか、うん、なんか
いいね、喋ってて楽しいかも。確かに、なんか、うん、なんか分からないこともわからないこともないよね。なんか背景がちょっと良すぎるから助けられてる、俺助けられてますね。マジか、ちょっと後ろが、うわマジ最高だな、これ綺麗すぎる、やば、うわめっちゃ新鮮なんだけど、すごい綺麗、いいね、嬉しい、シンプルに嬉しいですね。個人的にはゆうすけくんとのなんか会話とかの方がなんか落ち着くっていうか、個人的には喋りやすかったです。はい、かわいい、かわいい、喋る、うん、かわいい、いや誘ってくれてありがとう。あ、いや全然全然、え、高一よね、高一、高一よね、え、なんかタメで、タメで、あ、いや全然、逆にタメの方が話しやすいけん、なんか最初敬語で話しちゃうと、うん、その後タメ使いづらくなっちゃうから、あ、確かに確かに、頑張ろうって思って、え、今マジュちゃんって呼びよるけど、マジュって呼んでもいい？いいよ全然、よかった、マジュの方が話しやすいしさ、うん、全然、ありがとう、全然俺もその呼びやすい呼び方でいいよ、全然、そんな、なんて呼ばれたい？え、なんて呼ばれたい？え、でもくんづけでも全然いいけど、うん、なんか普通にさ呼び捨ての方が距離は感じないかなって思う。でもまだ行く上だから呼びづらいのもあるやろ。じゃあよしくん。よしくんいいね。よしくんいいね。なんか初めて呼ばれるけど、よしくん。本当に？よしくんってあんま呼ばれないね。よしくんで。全然よしくんで新鮮だからお願いします。高一一人だから。そうよね。みんな先輩だから。ね、うん、で俺が今高二やけん一個下やもんね。うん、でもなんか高一やけど落ち着いとるなって俺からしたら思う。本当に、うん、全然多分緊張してて、うん、おとなしいんだと思う。あ、そうなの、まだ緊張してる、もうちょっと元気、うん、あ、もうちょっと元気もうちょっと元気、うん、あれはヨシトとマジュちゃん。そうやな、え、待って待って、マジュ本当男子高校生って感じ、本当にマジュ、え、手つないでる、これも青春っぽくていいですね。え、待って待って、マジ？めっちゃ面白い。マジ？え、手つないでる？車の窓越し。毎回何なんですか？マジでそうやってくやつみたいな。使った、確かに確かに確かに。左今こうやって。危ない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 。告白は、したい派？されたい派？俺したい派かな。したい派。うん、やっぱなんか自分の考えやけど。うん、女の子からグイグイ来られるのはめっちゃ嬉しいけど、自分からなんかちゃんと話しかけたり告白する方が男らしいかな、うん、なんか自分の中であるけん、うん、そう積極的に自分から話しかけていければなって思ってるかな。どっち派？されたい派かな。されたい派か、うん、そうね、されたい、どっちが告白するんだろう。確かに、それでも結構ね、うん、いろいろ考え方変わるよね。うん、待つ方だったら心配だしね、来てくれるか。それもある。ね、今日一、まあ今日一日目やけん、うん。もしそれで待つ方やったとしたら、うん、来てくれるように頑張るしかない。うん、頑張ろう、あと。頑張ろう。うん、来週告白だから頑張ろう。うん、マジとヨシ君です。なんか普通にヨシとかヨシト君って呼ばれるかなって思ってたんですよ。普通無難にヨシ君って来たから、なんか新しいなと思って新しいなと思って、でも全然嫌な気はしないですね、ヨシ君でも。でも全然予想してなかったからめっちゃ嬉しかったです。すごい優しく接してくれたので、そんなに年の差は気にせず話せました。めっちゃ話しやすかったですありがとう誘ってくれて、間違えた、ありがとう来てくれて、いいよ、もちろん緊張してもらったマジで、うん、びっくりしたでも話したいなと思っとった真逆の違いですなんか緊張しちゃうマジで、うん、なんかちょっと安定感あるな、素で行く、素で行こう、全然いいよ、ね、緊張する、うん、全然素で来てほしい逆に、うん、うたなって呼んでいい？いいよ、なんて呼ぶ？トモアキって呼んでほしい、トモアキ、うん、呼び捨てで、同い年やから、うん、高3だね。
髪型変わるだけでなんか性格も変わった感じあるね、なんかね。もう3回目だからちょっと慣れてきたのもあるんですかね。なんかそれありそうですよね。いつもの自分を出せる。めっちゃ綺麗じゃない？貝殻探す？よし。どっちがかわいいの、綺麗なの見つけられるかにしよう。え、俺強いね、こういうの。絶対ウタナが勝つよ。いや、ない。いや、あるあるある。全然あるよ。綺麗な貝殻やんな。貝ないんかな、綺麗な。こういうのばっかりじゃない？これ？なんか恐竜の足みたいな。これさ、なんかサンゴ。サンゴ？サンゴ。綺麗。ちっちゃいよ。めっちゃちっちゃい。え、なんかさ。うん。エキ誘ってたやんか、うんうん、でなんか、うん、タナが、うん、知ってる人って、うん、今んとこエキしかおらんやんか、うんうんうん、だからなんか俺も、うん、タナのこと知りたいし、うん、なんか逆に知ってほしいなと思って、うんうんうん、そう誘ってん。知りたい。そういろいろ知れるようにたくさん話そう、うん、なんかさ、うん、初め話した時に、うん、なんか付き合いたい人の条件みたいな時になんか素で言いたいみたいな、うん、素で言いたい、うん、あ一緒やなと思って、うん、長く付き合いたいから。そうそうや、そうなんよね、長続きしたい。そうそうそう、なんかなんか付き合う、せっかく付き合うならそうすぐ別れるよりかは長続きしたいから。なんかさ付き合った後もいろいろ一緒にしたい、うん、そう、わかる。せや、遠投しよう、ちょっと投げんねん奥まで。え、石を。いや、俺野球やっとるからえ、すごいね、かっこいいとこ見せれますね。あっちまで行ったらすごい。オッケー、分かった、見といてなっちゃう。いいよ、行くで。おお、ね、待って、どういうこと。めっちゃ行った。びっくりした。なんか野球ってさ、あんま見せ、ラッサッカーとかリフティングやんか、うん、なんかあんま見せることないから、うん、今めっちゃびっくりした。え、すごいね。座る？座ろっか。何個か聞きたいことあって、うん、あ、いいよいいよ、ゆっくり話しますか。そう、話しましょう。いいよ。そう、びっくりした。でも初め来た時にいて、うん、びっくりした。来ないと思ってた。そう、俺今回はないと思って。そうだよね、そうそう、えっと思って。そうなの、めっちゃちょっと恥ずかしくて3回目だから。いや、そう、いや雰囲気変わったから初め一瞬分からなくて。あ、ほんと？うん、髪伸びたやんか。そう、イメチェンした。え、絶対ロングの方がいい。あ、ほんとに？え、嬉しい。めっちゃ大人っぽい。マジで？マジで。自己紹介した時に、あ、めっちゃ濃いいなって思った。マジで、うん、濃い？濃いいいなって。ガチで、うん、え、関西弁大丈夫？え、全然大丈夫。あ、よかった。なんかきつく聞こえへんかなと思って。うん、全然。付き合ったらさ、うん、どんなことしたい？なんだろう、普通に。やばい、マジマジで寝るのが結構好きで。めっちゃ見ちゃう、ずっと口角上げてもらう。一緒に寝るのがいいんだけど、夜のお散歩とか。わかる。え、わかる？コンビニとか行きたい。そう、いいね。そう、アイス食べたい。マジマジで。連絡は帰り道で。結構したい。そうやな。遠かったら遠いほど心配になっちゃうから。遠距離だとだいぶ心配。そう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 。遠距離だったら電話とかしたい。誰か電話したいな。来てんのかと思って。つかさくんたち。電話したい。電話したい。わざわざ朝学校眠たい言うて。え、そう。え、なんか似てるね。うん。いや、そう。初め聞いた時に似てると思って話したいと思って。第一印象。その中に入ってなくても、うん、なんか視野に入れてほしいなって。もちろん。思った。いい。いい。大事よ。全然。全然入ります。よかった。めっちゃ綺麗じゃない。やばい、やばいよな。綺麗すぎ、ね、やばい。パート作りたい。いいよ、これか。あー、めっちゃいい感じちゃう。めっちゃ可愛い。可愛い、みんなで。やばい、そう、めっちゃ。太陽、ありがとう。太陽がないから。めっちゃ楽しかったです。共通点が多くてすごい、合う人だなって思いました。話してみてすごいな、印象良くて、話すテンポもすごい好きで合ってたというか、お互いめっちゃ楽しく話せたんで、すごい好感は上がりました。なんか似てた感覚、価値観か、付き合った時の後の価値観とかが。だから初めて話したけど、その恋愛面をいろいろ知れたから良かったかなと思ってます。視野に入れてほしいって言ってくれて、ちゃんと考えようと思いました。1日早い、あっという間に終わっちゃいそう。ありがとう。あれ、なんか羊おるやん。あ、ありがとう、ありがとう。そのパターン、お邪魔します。ご苦労ご苦労。ありがとうございます。ご苦労ご苦労。ちゃんと靴脱ぎやで。誰かいる。あ、ちゃんと靴脱ぎ。めちゃめちゃ大きい。なんか女の子、女の子。誰かいる。ロング、余裕。え、これ1日目1日目にしてね。どうすればいいのこれ。
えてるかな。聞こえてるよ、そら。聞こえてるよ、そら。リベンジなんか気になる。聞こえた、聞こえてる。ワン。ヒントがいろいろ違う。エイキが笑っていた。エイキも笑ってた。予想できるに夏だ、そうだ。夏だ。夏だ、誰が出てた、考えろ。考えろ。ライム。でもライムちゃん、高一だと思うんで、多分あんな大人っぽく急に1ヶ月ではならないと思う。もしくはめちゃくちゃ有名な別シーズンの可能性もあるってこと？なるほど。なるほど。そっちじゃない？うわー！よかったです。やばい。1話目にして濃い、めっちゃ。ねえ、多分誰新メンバー、ちょっと言って。お口チャック、すぐ言っちゃうから。マジ気になる。え、すごい。見ちゃう、来週も。レアちゃん動きましたね。レアちゃん人気でしたね。ね、嬉しかった。嬉しい。そうなんですよ。レアちゃん。おすすめですよ。おすすめです。本当におすすめです。本当恥ずかしい。可愛かった。女の子ですね。それさ、今後が超楽しみですね。見続けます。来週も楽しみです。はい。じゃあ最後レアちゃん意気込みを。意気込み。見てくれてるみんなに一言。そうですね、ちょっと次回予告で誘ってくださいとか言っちゃってるので、ね、ぜひ次週も見てください。イエーイ、みんな見ましょう一緒に。バイバイ。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントお待ちしております。次の動画もまた見てね。バイバイ。バイバイ。ポポティー。